レコーディング。あ、おはようございます。週刊ウニュです。岩山さんから YouTube からお送りしています。そして、ご挨拶お願いします。はい、三好淳一でございます。よろしくお願いします。今日はですね、以前にやった三好さんが考えた三角形というか、六角形というか、盤面が六角形ですかね、あれね。盤面が六角形で、単位が正三角形のスライドするやつがあったんですけど、それをですね、それをまずちょっと出してもらいましょうね。これかな。かね。それはもうプログラムで勝手にガンガン動かして、これですね。まあ、浜中さん曰く、ムーのロゴができるんじゃないかと思う。確かにねっていう。ムーのロゴっぽいです。で、これがありましてですね。これは結局最終的には、最終的なとこまで行きますから、シャッつって。どのぐらい時間があれでしたっけ？もうすぐ行きますね。はい。あ、そうか。じゃあまあ、眺めてますか、これを。両端がまあ、なんかこう、ラップアラウンドして繋がってるようなイメージですよね。それで、なんだっけ、トーラスと同層とか言ってたっけ。そうですね。そうなんですか。そこがまだちょっと、理解はできてないけど。もうすぐ完成。ああ、本当だ。あれで完成図ですね。実際は、あれでこれをですね、やばいやばこれい。でですね、お願いします、岩井こです。れ、別のやつになっちゃった。あ、本当に。ループ再生する。そして、それを今度ですね、マウスでいじれるようにしましたので、それを、三好さんとかに送っているんですけど、それが出ますでしょうか。こういう。あ、そうですね。で、まあ、ちょっと、スタート地点と、それを動かす地点をクリックすると、そのように動きますいいですね。ここからここまでとか言ったの。そうですね。ああ、そうですね。で、変な場所を押すと、なんつうの、キャンセルされちゃうんですけど、まあまあ変な場所ってこういうことですね。まあ。ああ、そう、キャンセルされちゃうんですけど、まあ、ちゃんと動かせる場所をクリックすれば、そのように動きますね。はい。もうなんか直せる気がしない。大丈夫じゃないですか。この収束的に、いけますよ。なんかわかんないですけど。ルービックキューブよりこの時点では簡単かもしれないです。なんとなく。つまり、あれですね。端っこ、三角形を目標にしてな、もう口で言っても無理かな。赤がつながってないところに白を赤に取り替えるためには、だからそれを一旦外側に出して、そこに赤をスライドさせて戻してくればいい感じですね。なんかよくルービックキューブでもやりますけど、いらないところにも押し付けてっちゃえば、多分、いらない白はいらないラインに、その時話題じゃないラインに押し付けていけばだんだんできると思いますけどね。はい。まあ、運もありますね。まだ、あれですもんね。解析とかしてないんで。ここをここに動かすところはまだ分かってないんで。でも、だんだんこう、赤多めになってきますんで、真ん中あたりに対して。あ、いいですね。これちょっといい感じですね。いい感じでしたね。この時間内に戻るかどうかは微妙なところまあ結構遊べるってことだよね。ちゃんと遊べますね、これいい感じで遊べますよ。ね。できないわけじゃないので。俺でもう全然できないとかなると。どうしよう。そこの、
そこの真ん中あたりの2個の白を赤くするのを目標にするといいんじゃないですか。そこの、もうちょっと下の。ここ？そこを白、赤にするのを目標にするといいんではないでしょうか。ポイント、そのああ、ためには、こっちをまずこうしといあ、て、いいですね。こうすれば、あ、いいあ、じゃん、いいじゃないですか。いた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 、わすごい。かりました。なるほど。うん。だんだん、なんか端っこの辺に押し付けてると、端っこの辺がどんどん白が多くなっていくんで、ますます扱いやすくなるみたいな感じですかね。ちょっとわはい。かんない。これと、ここはいかあんまり端っこはね、効かないようになっちゃってますね。ない。どうせ、どこで回しても一緒なんで、3ああ。個持ってるから。そういうことですね。なるほど。もう端っこの端っこまで操作圏内に、まあ、入れるという改造はありますね。もうちょっと行こう確かにムーっぽいですね。か。浜中さんが言ってましたけカタカナのムーでしど。ょ？ムーのロゴね。うん、あの T シャツを岩井は2、3着持ってますけど。なぜそんなに持っている？これなぜ通らすかっていうのは、この、ああ、そうですか。それ聞きたいですね。反対側がくっついて、反対側がくっついて、反対側がくっついてっていう風になってるんですけど、はい。同じ向きでね。だけど、まず、その、六角形じゃなくて正方形の反対側くっつけたくっつけたってやつが通らすとどうそうっていうのはよく言う話で、ああ、そうですか。正方形の上下をくっつけると、トイレットペーパーの芯みたいなやつができて、トでイレッきトます。ペーパーの芯の両端をくっつけると、ぐーっとなってトーラスになるわけですね。ああ、なるほどね。はい。ああ、わかりやすい説明ですね。うん。紙をね、紙を一旦まとめると筒になり、もう一方向にまとめると、確かにドーナツになるかもしれないは想像できますね。はい。で、これ、今、六角形なんですけど、真ん中の三角、これスタート地点の方がいいな。スタート、リもうセッ一ト回、ボもう一タンがある回、と思消して立ち上げ直してくだリセットボタンがあるといいかもしれないけど。さい。ああ、なるほどね。まあ、立ち上げ直せ。いいので、まあ、まあ、まあ、あまりセットボタンつけられます。よいしまあ、ょ。本当はマウスでぐりぐり、なんつうの、こう、滑らかに動くのもいいかなと思って、ちああ。ょっとそっちはまた一段難しいんで ねスタートとエンドを指示する方法になってますね、今ね。え。この図で説明すると、右上の、三角、赤い三角形の、右上のこの辺で、この六角形を切りますね。貯切る。金。で、六角形の右上と左下は、くっつくので、くっつけます。で、三角形の右下のこの辺でも切ります。切ります。はい。で、六角形のここの辺とここの辺が、同じなので、こっちに持ってきます。そうすると、なんかひし形ができるんですね。石型。ひし形ができてて、そのひし形の、対辺同士がくっついてるので、さっきの正方形と同じような状況になってると。あ、そうなんですか。うん。なんかちょっと想像がうん。つきにくいですちょっね。と図を描くともう少しわかりやすいであ、すけそうですか。じゃあ、それど。はいつぞや書いてもらうえと。え。うん。まあ、そのようなものだということで。でも面白いですよ、これ。だいぶ遊べるので。だいどぶこ、遊べますね。公開されるんですか、これ。あ、YouTube の概要欄とかからなんかダウンロードできたりとか。ああ、そうですね。なんか、じゃあちょっと、やっとくといいかな。どうやって配ったらいいんだ、エグゼなんて。怖くて配れないよね。うん。エグゼって人の作ったエグゼなんだ。
そう、なんいかつ見るですって言われて。これ調べたとき、警告が出たので。いや、そうですよね。あれ、どうやって配るんだろうね。野良犬。あ、一応、M スライドの M は、三好さんの M にしときました。そういうことですか。ええ。いわゆる、まさかの M じゃないあ、ですあ、そうか、それでもいいけど、か。M スライドと命名しましたんで。はい。そう、そこの端っこの辺を動かしたときが、こう、面白いよね。そう、こっち、あ、そこ2ね。本回るような感すじに。ごいね。おっと、終わんない？あれ、なんで？バグってる？あ、バグっちゃった。ごめんね。うん。バグ発見。バグ発見。バグ発見しました。あら？そうか。それ無限に動いてんね、これ。すごいな。すごいな、本当かな。なんか距離がゼロだったのかな。あ、まあまあ、じゃあ、一旦落としてくはる。い、一旦落としすいまません。あ、す。すいません。はい。語が出ちゃった。はいはいはい。じゃあまあ、これはこれでこういう感じですね。じゃあまた、まあ一旦は遊べるけど、バグは引かないように。バグは直しておきましょうね。あ、ゼロ。あ、同じ三角形を指定するとずっと回っちゃうのかな。そうかもしれわかんない。まあ、はい。ない。あ、すごいね。バグも出るって。バグは あれば出るね。そこは直しときますけど。あ、今日は、じゃあどうもありがとうございます。ありがとうございました。皆さんは登録をぜひお願いします。ね